はい、こちらには本日東京プロマーケットに新規上場しました、証券コード6174デンタスの代表取締役島文夫さんにおいでいただきました。島さん、よろしくお願いいたします。デンタスの島です。よろしくお願いします。先ほど株価3200円で初値がつきました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、どんなお気持ちですか。まあ、ほっとしてますよね。ほっとしてます、はいはい、よかったなと思ってます、はい。今日から上場企業ということです、はい。デンタス、どんな会社なのか、まあ、ご紹介いただきたいと思います、はい。こちらにですね、はい、デンタスの使命というスライドをお預かりしております、はい。技師の生産プロセス革新と市場改革を推進する、はい。入れ歯の工程っていうのは歯科の技工士の方がね、はい、手作業でやってるんですね、まさに。でその手作業でやってる部分をその機械化するという、だから、3次元でその物体を計測して、でそれをデジタルデータ化して、それをそのまあ機械でプリントしたり、はい、ミーリングしたりっていうような形で、だから、まあ、入れ歯の自体の作り方自体 の、まあ、まあ、産業革命みたいな形になりますかね。産業革命が起こるということですね、はい。まあ、そういうことを使命として事業をこれから大きくしていこうという、はい、そんなような段階にあるということなんですが、はい、まあ、その特徴ですね、はい、新しさるお仕事の特徴、はい、今お話出てました、技師の生産、はい、入れ歯の生産ですね、はい、完全自動化、はい、まあ、それを目指してますに向けてるということですね、はい。その流れを今ここにスライドあるんですが、はい、ちょっと簡単にご紹介いただけますか。あの従来はね、その歯医者さんでその歯型を取った模型があるんですよね、でその模型をもとにその、まあ、歯科の技工士の人たちが作るんですけどね、今回はその模型をもとにやらなくて、その模型をスキャンしたり、口の中をスキャンして、そのコンピューターの その画面上で入れ歯の設計をするということなんですね、はい。でそれがまあデザインなんですね、でそのデザインしたものを、その3次元プリンターであるとか、まあ、逆に言えばそのミーリングであるとかっていう、はい、まあ、こう一般でいうその工作機械を使いましてね、まあ、作っていくと。だからある意味ではその人の手の手作業によるばらつきとかそういうものがないんですね。ない、そうでしょうね、はい。だから品質の安定とか、はい、またその、まあ、データがありますから、うん、いればなくしても、うん、いつでもまた作り直すことができますよね。いくらでもね、同じものをね、はい、はい、まあ、そういう利点がありますよね、はい。さらにそういう、さらにコストダウンも図れる、はい、当然ですね、だからコストダウンっていうのは、まあ、ほとんどが労務費なんですよね。やっぱりそういうことですね、はい。でだからある意味ではそのベテランの技工士の人たちがもっと付加価値のある作業の方に移れるということになりますよね、はい。だからそういう意味では、まあ、技工士の人たちの、まあ、環境の改善であるとか、はい、待遇の改善に、まあ、相当大きな効果あるんじゃないかなというふうには思ってます。そして実際にですね、はい、その新しいシステムを使った、材料を、はい、試行材料というんですか、そうですね、それが保険適用になった、はい、そうです、はい。ちょうど去年の4月から、はい、やっとまあ保険に適用になりましてね、だから、まあ、新しい時代が、まあ、政府も含めて、まあ、この業界に入ってきたかなということですね、はい、はい。戦略的基盤技術高度化支援事業のプロジェクトに、はい、採用されている、はい、そうですね、はい。そうなんですか、はい。まあ、補助金も出る、やっぱりそのそ、ね、国と携帯産業省と一緒になってやってらっしゃる、そうですね、はい、そういうことなんですか、はい。そして、マーケットの改革ということでは、はい、その歯科技工士、今、はい、入れ歯を作って製造しているのは歯科技工士の方々が作ってらっしゃる、はい、そうです。その、はい、なんか数が随分減ってきているようですよね。そうですね、それと、まあ、3万ほぼ5000人ぐらいいるんですけど、3万5000人、はい、そのうちの 43% がもう50歳以上なんですよね、それともう一つはその今回 の、 そのキャズカムの保険導入ということでね、はい、やはり、まあ、ある一定の年齢の方以上の方はやっぱコンピューターとかそういう工作機械とかデジタルっていうのはやっぱり苦手じゃないですか。そうでしょうね、これ、まあ、だからその方々のためにもね、まあ、我々のシステムを使っていただければありがたいなと思ってます、はい。おー、はい、そうなんですか、はい。歯科技工士の方々の、まあ、数そのものが減っていて高齢化が進んでいる、そうです、はい。そういう流れの中で御社のそのキャドカムを使ったシステムが
まあ、これからますます有用になってくるという、はい、そういうことなんでしょうか。はい、まさにそういうことです。まあ、そうすると、まあ、先ほどの話がありましたように資格教師の方々の職場の環境も変わる。当然ね、はい、変わりますよね。だから粉塵の多い中でね、やらないこともするようになりますからね。今はやっぱりその粉塵が多くて、そのほこりが出るようなところで、はい、作業なさってるところがある。方が多いですし、そうですか。まあ、そのような事業を、御社は徳島の会社そうですね。徳島なんですね。はい、徳島を起点に東京にも、はい、まあ、進出はなさって東京にも、はい、で海外にも出てらっしゃる。はい、まあ、海外 の, その方々がね、まあ、所得も上がったりとかすることによってね、やっぱりレバーを、変えるだけの、はい、まあ、マーケットができてきますよね。でその時にそういうそのキャッチカムを通じた、その機械で作るっていうことでもってね、そういうその海外のそういうその方々にもね、販売できるんじゃないかなと。そういうことですか。はい、だから東南アジアのマーケットっていうのは我々にとっては相当、まあ、魅力的なマーケットと思ってます。はい、そうですか。コンペティターというか競合者は特に今のところないんですか。はい、はい、ないですね。いや、そうですか。はい、ヨーロッパアメリカとは見ますとどうですか。ね、ヨーロッパアメリカもね相当進んでるんですけど、少し、まあ、機械なんかは本当に、90% ぐらいがやっぱりドイツアメリカ製が日本でも採用されてますよね。そうなんですか。はい、ただ、まあ、我々は、まあ、その機械の改造をしたり、新しいそのソフトの開発したりということで、その機械の方の、まあ、そういう改革にも入りたいなとは思ってます。そしてその御社のやってらっしゃるラボシステムですね、デンタルラボシステム、はい、これちょっと今スライドここにありますので、はい、ちょっと流れを簡単に説明していただけますか。はい、まあ、一般的にその歯科医院さんで、はい、まあ、歯型を取ったものの模型が、まあ、その歯科の技工所さんに流れるわけですね。で技工所さんでそれを、まあ、我々 の, そのデンタルラボシステム の, その、まあ、計測装置、まあ、スキャンですよね、はい、スキャンすることによって、我々にそのデータが送られていくんですね。でそのデータ送られてきたそのデータを我々がデザインをして、はい、そういうその、まあ、ワックス型であったりとか、はい、そういうその、まあ、維持装置というかその金属のある程度この入れ歯に使う部品であったりとかっていうのを、まあ、供給すると。だから、宅急便でその送るような、の模型を送ったりとかいうことがないんですね。そういうことなんですね。はい、だからもうデータで、まあ、仕事が、まあ、行き来するという形になりますね。はい、このまあ、入れ歯ができるまでの工程のちょうど真ん中辺のところを、はい、御社のシステムが担うということですか。はい、まさにそういうことですね。そうですね。はい、まあ、これですと、早く、はい、効率的にそうです、ね、時間距離が関係なくなるからね、関係なくなるということですね。だから海外とも、まあ、そういう形で仕事ができるということになりますね。国内だけじゃないということですね。はい、データであれば。はい、わかりました。そして、業績の方もちょっと伺ってみましょうかね。はい、でこれが一番分かりやすいんですが、はい、業績の推移ですね。はい、今期28年3月期の、はい、売上高と、利益、はい、ここがこれが売上高ですね。そうですね。そしてこちらが利益、はい、営業利益、経営利益と当期純利益ですね。そうです。はい、まあ、やっと黒字化ということですね。そういうことですね。はい、これ一株当たり利益で見ますとこの過去3期間はマイナスでしたが、そうです。はい、今期は黒字になる。そうです。やっと黒字ということです ね, ですね。だから逆にやっとその開発が、まあ、できましてね、はい、まあ、やっと、まあ、そういうその生産が本格的にスタートすると、はい、いうことですかね。あ、そういうことですかね。はい、売上も前期かなりの率で伸びてまして今期も大幅に伸びる見通し。はい、だって 40% ずつはまあ過去2期伸びてますんでね。あ、そうですか。はい、この延長線上では十分やれるかなと思ってますね。売上が増えてきたことによってようやく利益が出るようになったと。そうですね。まあ、やっとまあ機械の開発とかそういったまあ目処がついたんで、はい、まあ、逆に言えばその機械 の, そのまあ生産性を生かす経営ができるんじゃないかなと、はい、そう思ってますね。はい、これまでは研究開発投資結構なさってて、はい、まあ、これから拡大期に入る、ね、まあ、やっと、まあ、実用期に入るということですかね。はい、そうですね。マーケットもいよいよこれで拡大すると。そうです。まあ、そのための、まあ、上場ということなんですね。目的はね。そうなんですね。わ、はいね、はい、かりました。現在ですね、はい、この番組を見ていただいてます、はい、投資家株主の皆さんに、はい、最後にメッセージを一つ送っていただきたいと思います。はい、
まあ、いればって言ったらいろいろあるんですけれどもね、あの一般の方がいればっていう想像してる以上にね、いればはいろいろあるんですけど、まあ、あのそのマーケットは日本でだいたい3000万人ぐらいの方がいれば入れてるし、まあ、世界的に見たら相当大きなマーケットなんですね。だから我々はいればを作れるマーケット、いればを買ってもらえるようなそういう企業になりたい。だから、食事用のいればカラオケ用のいればとか、まあ、発音用のいればとかっていうふうに、まあ、できればその消費者の方々がその歯科医院で我々のいればを買ってもらえるような、まあ、商品の開発を、まあ、今後続けて、でそれをまあ世界的に売っていきたいなと思ってます。まあ、そのためにぜひあの、まあ、我が社の今後の推移を、まあ、あったかく応援していただきたいなとは思ってます。お店で入れ歯が買えるように、はい、そうですね、そんなような自分で、はい、いろいろなものを選べる、選べる、まあ、あのコンタクトレンズみたいな形で、あ、コンタクトレンズとか、まあ、どうしても、はい、まあ、歯科医の方々のところで我々の商品を採用していただいて、それを、まあ、消費者の方々が買っていってもいただけるような、うん、そういう、まあ、ものを作っていきたいなと思ってます。夢は大きいですね。はい、ありがとうございます。また、はい、頑張っていただきたいと思います。はいはい、本日東京プロマーケットに、新規上場しましたデンタスの島文雄社長においでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。